はいこんばんはカッティエシリュージンでーす今回の話はあの TikToker のン也さんっていう方がいるんですけれどまあこの方がなんか YouTube のチャンネル登録者数がなんか1000万人突破したみたいでそれで批判殺到されてるみたいなんですねなんか面白くないとかなんか 登録,登録者買ってるんじゃないかって言われてるみたいではい <laughs> まあその批判セットはまあ,あのどうでもいいとしてですねなんかまあこの方、まあ、は今回のことで初めて見たんですねまあそうですねまあ1,000万人突破したといえばヒカキンさんとかいるじゃないですかはいまあその次になるみたいなんですけどね、まあ、登録者数多い方って ね、ヒカキンさんとかまあその随分前だったらあのキッズラインとかまあねはじめ社長さんとかもいますけどはじめ社長よりなんていうかもう抜いたみたいではいそういうことみたいなんですけどまあまさかはじめ社長にはじめ社長あのヒカキンの次ははじめ社長じゃないかなって ちょっと思ってたんですけど1,000万人ね突破するのはねなんですけどなんかこういう t i k t o k とかのン、まあ、也さんみたいなんですねはいまあなんかこのン也さんはまあ YouTube のチャンネルを開設してから1年でノリ <laughs> ちゃるみたいなんですねなんかそっちの方がすごいなって思いましたねはい あもしいとかそういうことじゃなくてはいいやー結構 TikTok では相当人気なんでしょうねこの方ねはい <laughs> まああのもうこれ言うのもなんですけど動画1分を見てないんですよはいだから後で見てみようかなと思ってますね <laughs> 本来なら見,見てから言うべきだと思いますけどあの ちょっといろいろ忙しいことがあったので暇がなかったのであとで見てみようかなと思ってます。はい。てなわけで今回の話は t i k t o k のじのんやさんがですね YouTube のチャンネル登録者数が1000万人突破したことで、まあ、批判殺到されてることについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。